おじでーす。さあ、金曜日やってきました。ね。午前中に冷蔵庫がやってきます。で、もともとね、ここに冷蔵庫がね、置いてあったんだよね。まあ、過去の動画にはいっぱい登場するシーンなんだけど、ここの場所はね。で、冷蔵庫ね、二つあったんだけど、二個とも処分して、で、今、ここすっきりなんだよね。で、こうやってね、こう、トイレに行ったりとか、ここら辺はね、手洗ったりとか行くときに、ちょうどね、冷蔵庫がないと、キッチンね、火ほらつけて忘れちゃうから、よくタイマーでね、こうタイマーってこう時間のあれでセットするんだけど、こうピコピコピコって点滅が見えるんだよね。こうなんか、火をかけて忘れてるかどうかっていうのをここで確認できるってのと、やっぱこう明かりが見えるってね、この開放感ってこうすごくいいよね。もともとあって、まあ、60センチぐらいなんで、ちょうどね、跡が、よいしょ、跡が、ここら辺に、ちょっとね、残ってるんだけど、昨日、ほんとね、洗剤使ってお掃除した。だってこの辺ギリギリに置いてね、ここら辺まであったのかな。こう。なので、ここね、なんか食べるものを2階に持っていくときに、ここの隙間がね、しゃべって、こう、手がちょうど届かないから、ね、冷蔵庫前にするとそんだけ邪魔になるしっていう、結構ね、ちょっと苦労はしてたんだけどね。ここが嫌なポイントだった、本当。もう両手は塞がってるときにね、足だって行かないし、もう、わあー、みたいなね。その、まあ、うざい冷蔵庫がなくなって今ね、すっきりしたんだけど、なんでね、今ね、こっち側にね、こうやって来てて、で、幅がちょうどそれぐらいの幅なんで、ここの真ん中にボンって置いてもいいかなとか、あと前冷蔵庫があっちの隅っこの方にね、2個目を臨時で置いてたんで、あっち側に持っていっちゃうってもあるかなと思ったけど、窓の ここら辺ぐらいまでこう来るんでね、で、開けるたんびに窓にガシャンってこう当たるんで、当たるの防止のやつをね、貼ったりとか、まあ、ガラスに良くないっていうのと、やっぱ最高、ね、光を遮っちゃうっていうのもあるし、まあ、あそこの窓、もともとここに扉がなかったんだけど、まあ、子供の時にね、お客さんとあっち客まで話してると、トイレとかね、行ったり来たり、こう、迷惑だからして、ここぶち抜いたんだけど、ね、今使ってないから赤字の扉だけど、ここに明かりがこう見えるだけでだいぶ違うんでね、まあ、ここら辺潰すのもどうかなっていう。まあ、ここに冷蔵庫持ってくると出っ張りが60センチだってこの辺ぐらいまで来るんで、そこからこう開けるのはまあ別にいいんだけど、テトリスみたいな形になっちゃうんだね。こう、ダン、ダンって。これをこっちに持っていくと、今度こう、まあ、これがそっちから来た時にちょっとこの辺まで来ると邪魔かなっていうね、ちょうどこの辺まで来るよね。どうしようかなと思ってね。この辺まで来て邪魔なんだけど、ここが開放してれば、こうやって通れるし、でもちょっとこう、こうやって行くときに、ちょっと心理的に、ここまでこう出っ張るので、まあ自然とこう行かないとなっていう。ここボコンって当たったら嫌だなっていう。だ冷蔵庫がここにあっても、ここに足、小指ぶつけたりするんで、どうしようかなってね。こっちに持ってこようかね。まだほんとね、まだ半々ぐらいなんだけど、で、ここにあると、ここにあると、こうやってきたときに、そこまでこう、黒い物体がこれ180センチあるんで、ここがこう埋まるんで、この明かりがなくなるんだよね、こうね。で、こういう感じになるんで、ちょうどこの高さまで、ここら辺のラインぐらいまでかな、こう、なくなるんで、こうね、ちょうどここら辺ぐらいまでだから、こう、黒いもの、黒い物体が来るんで、どうかなーってね。で、あと、テーブルをこっちに持ってきたとしたら、冷蔵庫の長さがこれぐらいまでなんで、まあ、奥行きをちょっと外してもだいたいこれぐらいまでなんで、そうすると、スポッとはまった冷蔵庫のね、
開けるときにこれ邪魔になるかなとかさ、いろいろね悩んでるんだよ。どうしようして、でもやっぱここがもともとあった冷蔵庫の場所でね、あれこれ考えて親父がここに置いたんでここなのかなっていう。ただ昔はね、テーブルが今こうなってるけど、こう4人で住んでた時はこうやって置いてね、こう通路がこうだったんで、ほんとね4人座れるようにね、ついこの間までこうしてやって、こうしたりこうしたりとかね、こうよく変えてたんだけど、やっぱこうだと向こうに行くときにこう邪魔だなと思って、ほんとね今昨日ここに置こうって決めて修理したものの、やっぱりなんかねこの開放感が、どうしようと思って、まあ冷蔵庫だったらね、一人で移動できるからいいんだけどね、どうしようかなって、ね、悩んでおりましてまだ、ね、今から洗い物やってまたちょっとこう玄関ね、入り口車輪庫とかどかして入りやすいようにしなきゃなんないけど、ほんとねどうしようっていうね。でやっぱこの光がやっぱあった方がいいか、でも半分カーテンやってあるじゃん、だないと同じかなって考えたり、ここのね、ここでしょ、ここまでなんで、この今これ冷蔵庫がなくなってこのラインを歩くようになったんだよ、やっぱりあそこに行くのにね、このラインを歩くので冷蔵庫がないとすごくいいんだよね。こうやって歩くよりやっぱこうの方がいいんだよね。ほんとねどうしようっていうね。あと冷蔵庫がここにあると、ゴミ箱ここだと冷蔵庫って熱くなるから、ゴミ箱のゴミってさ、生ゴミが熱を持つじゃん。で冷蔵庫の熱をさらに増してすっごい熱くなって臭くなるんで、まあ、冷蔵ここにゴミ箱ね2つ並べておいてあったんで、最近ねそれも考えるとどうしようかなと。ゴミ箱ここにしっきりとあった方がなんか使いやすいかなっていうね。ただ本当最後の最後までね、今ギリギリ悩んでる。悩ましいね。本当ね、ここに来るたんびに毎日どうしようってね、立ちながら考えてるんだけど、どっちにしようかなってね。本当、なんか調理しながらこう、開けるのはこっちになった方がいいし、でも本当ね、邪魔なんだよね。で、冷蔵庫があるから、まあ、ここまで冷蔵庫があるから、まあ、ここで調理する分にはいいけど、まあ、そこまで行かなくてもいいけど、でもやっぱ存在があるとないとでは、ここら辺で、ね、いろいろやるときに違うんだよね。まあ、スリム型にはなってると思うけど、でも、だけ1個下だと3センチ4センチ低いけど、まあ裏も開けなきゃなんないから、やっぱ長さ的には変わんないと思うんだよね、どうしようかな。こっちに持ってくるとこれ70センチあるから、だいたい60センチここでちょっと後ろ開けるから、これくらいまで来るからね、ちょうどこのラインよりちょっとカーテンのこの切れ目ぐらいだね、これぐらいまでこう黒くこうそびえ立つっていうかね、どうしましょう。こうやって来た火力保管の時にはやっぱ明かりが見えた方が絶対にいいんだよ。悩ましいなぁ、ほんと。まあ、冷蔵庫はね、別にどっちにあってもいい。あっちの隅っこの方に置いてあった時もそんなに大して苦労してなかったから。ね。悩ましいね。ねえ、あれ壊しちゃってもいいけどな。で、壊しちゃっても、壊したとしても、これいらないって邪魔だっつって、まあ、このテーブルがここまで来るとでも邪魔なんだよな。ちょうどね、この幅分。ここまで来るからね、
出っ張りがここまで来るじゃん。ここまで来ると、こうテーブルがこうやってあると、そこ、だちょうどガクンって腰が当たるんだよね。邪魔だよね。ちょっとシミュレーションしたんだよ。どうしようかな。で、その方がでも、ここでこっち処理するのにね、後ろ振り向いて、冷蔵庫開けたりとかさ、できるじゃん、ここだとね。悩ましいね。本当ね、ここにそびえ立つものがないだけで、だいぶね、この毎日の生活で、こう通った時に、やっぱここいいんだよね。どっちにしようかな。ね。って悩んでるまで、もう今、ね、8時、よいしょ、ね、よいしょ、もうすぐ8時、ね。まあ、多分8時過ぎたらお昼までの間に来るんで、この銀色のここはね、ネズミに穴開けられたとこ、ね。ほんと昔っきよね。はぁ、どうしよう。ほんとね、どうしよう。まあ、一時的にすぐにはここに置けるようにしたけど、悩ましいね。いや、ほんと悩ましいな。どうしようかな。んで、まだ、あのテーブルを今までみたいに、こっち側まで、こう横にすると、ここら辺まで出てくるんだけど、それを横に置くと、だいたい、これぐらいの長さから、だいたいこれぐらいまでで、こう横になるけど、邪魔かなってね。最近までこう横に置いてあったんだけど、やっぱ縦にすると違う。ここら辺ぐらいまで来るからね。ここら辺ぐらいまでね。こう横に置くとね。そう。まあ、冷蔵庫の横にこう置いたら、冷蔵庫を取るのすっごいめんどくさいよね。まだ、こういう向きだったら、冷蔵庫この辺だったら、まだね、ある程度、あ、でもやっぱり邪魔かな。冷蔵庫をこうやって開けるときに、こっち側がこうテーブルが出っ張ってるっていうのは、こっち邪魔かな。でも、ポンってこう、横にすぐ置けるっていうのは楽かなと思うんだけど。悩ましいね。悩ましいね。まあ、火のすぐ横に置いたら、まあ、火そんなつかねえからな、でもな。悩ましいね。ということでね、悩んでて時間過ぎちゃうから、洗い物やって、玄関、ね、出入りいいようにしてあげないと、ね。まだギリギリまで悩みます。